新日本プロレスとノアの人間なので、お互い最終的には意地の張り合いになるんじゃないかなと思います。びっくりしましたよ、あのカードが発表した時に東京トルネードって書いてあるんですよ。東京トルネード、懐かしい響きでした。あの文字に全て答えは入ってますよ。天草選手はご存知でしたでしょうか。もちろん知ってますよ、はい、以前会ったことがあるっていうふうに話されてましたけど、いやまあ5名を通した時にですよ、まあ、の挑戦表明というか横浜アリーナの試合後のコメントのところに来た時に、姿ではなくあの声を聞いた時にね、これはどこかで聞いたことがある声だなと、まあそう感じたんでね、あの時はそういうふうに言いましたけどね。イギリスでいつかまたっていう約束をした選手がいるって言ってたんですけど、はい、うん、それは天草選手のことですか。それは難しいですね、俺から何て言ったらいいのかわからないですし、あれが天草選手だったのか違ったのか、どっちだと思いますか。天草選手じゃないかな。天草選手なんですか、はあ、じゃああの時僕がイギリスで約束したのは天草選手だったっていうふうなことをはっきりと言ってしまって大丈夫ですか。何も問題起こらないですか、起こられないですか。俺はそれが心配ですけど大丈夫ですか。俺の言葉ではないですよ、どうしますか、訂正しますか。そうじゃないんですかという質問です。うまいですね。だってもう答えが出てるじゃないですか。俺びっくりしましたよ、あのカード発表した時に東京トルネードって書いてあるんですよ。東京トルネードって知ってますか。あれは誰がつけたんですかね。あの俺と天草選手の戦いのキャッチコピーですか。新日本プロレス VS ノア、東京トルネード天草 VS 高橋宏武。東京トルネード、懐かしい響きでした。あれは一体誰がつけたのかなと、どこのセンスがある方なのかなと思いましたね。センスがある方のネーミングだと、はい、おっしゃるんですね、はい、東京トルネード、あの文字に全て答えは入ってますよ。東京トルネードについてお話しいただけませんか。まあ相当マニアックな世界になると思いますけどね、はい、まあかつて自分がこう2013年ですかね、イギリス遠征に行って、その時に道のくプロレスのケンバイさんっていう人がいたんですよ。俺3ヶ月ぐらい一緒に住んでたんですかね。その時にまあ各地方本当にいろんなところ回りましたよ、2人で。その時にケンバイ選手と一緒に組んでたのが東京トルネードというタッグチーム名だったんですよ。そのケンバイ選手とイギリスでね、初めてタイトルマッチをやったんですよね。そのね、タイトルマッチがね、俺の中でもすごくひどかったんですよ。もう簡単にやられてしまってね、人生初のタイトルマッチだったんですけどね、すごい悔いが残るタイトルマッチだったんですよ。でその後にケンバイさんお願いしますと、どこでもいいですと、いつでもいいです、タイトルマッチはなくてもいいです、いつかまた俺とシングルマッチで戦ってくださいと、っていう約束をした人がいました。それが東京トルネードというタッグチームなんですよ。これはまあ偶然なのかどうか俺は分からないですよ。まあこのね、名前を付けたセンスのある方が東京トルネードという名前を付けたのかもしれないですしね、そこは分からないです。その人がこの東京トルネードを知ってたかどうかも知らないです。ただ東京トルネードって付いた時に俺の中ではちょっと答えが出たかなと。その答えとはどういった答えですか。その質問は愚問じゃないですか。どうしてもその答えって聞きたいんですけれども。いやただその質問が愚問だと思いますね。失礼しました。天草選手との試合が決まった瞬間はどういうふうに思われましたか。いやまさかね、でノアのチャンピオンですよね。まさかノアのチャンピオンからあの場にああいうふうな形で挑戦表明みたいな、シングルマッチでやりましょうと言ってもらえたのは嬉しいですよ、素直に。まあ、それは高橋宏夢に魅力を感じたからこそのあの言葉だったと思うので、
これはだから単純にすごく楽しみになりましたね。ワクワクしましたよ。チャンピオンから声かけてもらえるなんて、しかもまさかね、チャンピオン同士で本当に戦えることになるとは思ってなかったですよ。天草選手とはどんな試合をしたいとかってイメージありますか？でもやっぱり動きが早いですし、すごい空中サポーなんかも使われる人なんだなと、まあ、自分としては好きなタイプの相手ですかね。ああいう空中サポーを使う人間は自分は好きなんですよ。俺に持ってないものをやってくれる人と戦えるのは単純に好きですね。当日もどんな試合になるんですかね。まあただどちらもね、新日本プロレスとノアの人間なので、お互い最終的には意地の張り合いになるんじゃないかなと思いますよ。団体同士っていうことでいつもと違う感情ってありますか？正直まあ天草選手はまだノアでそんなに月日が経ってない、団体を背負って戦わせたらさすがにちょっとかわいそうなんじゃないかなというふうに思ってます。まあチャンピオンであることは間違いないんですけどね、俺の中ではこれは新日本プロレス VS ノアではなく東京トルネード対決なんですよね。ということは天草選手は10年前ぐらいに戦った相手と思っているということでよろしいですか？その質問は愚問じゃないですかね。失礼しました。今回武藤敬司選手の引退興行という部分がありますので、武藤選手に対するお話を何かいただきますか？まあ武藤さんは自分の中では唯一無二の圧倒的存在感の人間ですよね。誰も真似できない、なんていうんですかね、その時代時代の匂いをまとって戦ってる人ってもう今レスラー現役ではいないんじゃないですかね。なんかその最後の人間だったと俺は思いますね。まあなんで、まあでもプロレス界に関しては今いる人間がしっかりと盛り上げるので、まあ、お疲れ様でしたって感じですかね。ロンガイ選手も同じ日に引退、はい、発表してるんですけども、ね、はい、野沢さんに対する思いとかって何かありますか？野沢さんはですね、これ何にもないですね。何にもないです。はい、はい、何にもないです。武藤選手に何か一言メッセージをいただけたら、武藤さんに一言メッセージ、俺がこれをここで武藤さんに対して一言メッセージを送ることによって武藤さんは見るんですか？これを多分武藤さんは見る。本当ですか？はい、俺がここで一言何を言うんですか？武藤さんに対して、武藤さん見てますか？高橋郎と申します。これからプロレス界引っ張っていくんで頑張りますっていうの見ます？本当に見て何を思うんですか？武藤さんがどうでもいいんじゃないですか？誰だこいつぐらいな感じですよきっと。見てみますか今の。本当に今のでいいですよ。もう今のがメッセージです。とかもうここまで含んでいいです。見てくれます？本当に俺は期待してますよそれを。はい、野沢さんにはありますか？ないですね。野沢さんにはないですね。なかった。なかった。ない。なかった。なかったな。そうだ。あれだ。あの時何でしたっけ？あ、違う人だった。ない、ないです、ないです。すいません、ないですね。はい、メキシコでなんかあったとかするの？そっか。ないな、ない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 です。何にもないですね。本当にないですね。はい、本当にないです。はい。わかりました。はい。じゃあ以上です。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。刑事武藤グランドファイナルプロレスラストラブホールドアウト。プロレスラー武藤刑事、すべてを出し尽くして最後白く灰になりたいと思っております。ファイナルカウントダウンシリーズを歩んできた
天才武藤圭司、その歴史に幕が降りる。2月21日東京ドーム、全対戦カード発表。午後4時よりスターティングバトル開始。スターティングラブ、矢野泰隆、稲村芳樹 VS 稲葉大輝、マサキタミヤ。東京女子プロレス提供試合、 TJPW スターク、荒井由紀、渡辺美優、伊藤真希、水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美優、坂崎由子。ワールドウォリアーバトル、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、小島さとし、杉浦隆。午後5時よりオープニングマッチ開始。ニューエクスプロージョン、宮脇潤太、アレハンドロ、吉岡誠輝、陽平、小峠敦史 VS ダガ、クリス・リッチウェイ、早田、エイタ、小川義成。 DDT 提供試合、ドラマティックドリームフューチャー、正田武史、興梠雄也、岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島桃井、上野裕樹、勝俣俊馬、魔王。ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、リホデドクトル・ワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ、キャイ、シュン・スカイウォーカー。全日本プロレス VS ノア、ソヤ・マナブ、中島克彦、ケン・オウ VS 青柳優馬、スワマ、宮原健人。野沢論外引退試合、フィナールデルーチャー、正田、野沢論外 VS 石森大治、ゲド。新日本プロレス VS ノア、東京トルネード、天草 VS 高橋博文。お前すげえ、真空で決着つけろ。日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮キャイト VS 岡田和久。内藤、俺の引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた。嘘。武藤圭司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤圭司。2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。